どうも、まさざかでーす。埼玉スタジアムですね。あ、シモント。珍しいね。珍しいね。あらー。うっちーですね。いっぱいいますね。今ね、解説で聞かせててね。おお。すごい聞きやすい。なんか、シュッとしてるよね。かっこいい。うっちー11人。どんな感じになるのかな。あー、なるほど。うん、でも日本代表ではないんだよね。代表ではなくても引退して引退して怪我しちゃってね。あ、そうなんだ。どうしてもね。あ、まだ多分能力的にはっていう話だけど。なるほど、うん、じゃあ OB として戦うということです ね、まあ、ね OB として、うん、出てくるのかな。出てこないか。11人だとさすがにうち11人の絵は出てこないか、うん、あ、そうか、国家青春じゃないもん。おお、なるほど。実すごかったかな。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来てるんですが、あ、そうですね、右時代、まあ、どこからでも右サイドバックか、ね、やはりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしないといけない。どんな感じなの。そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されてるので、まあ最初からセンターからピチョンを作って相手の機会を作りたいっていうのがね、まあ、同じぐらいまあどちらかというと攻撃的な、じゃあいい互角の試合になるってことか。そういうことです。なるほど。ある意味俺たちやりやすい、なるほど、とは思うんだけど、もしかしたら、もしかしたら付箋で、まあ、4-3-3の中盤の3ですね。まさだか日本対決ね、珍しいね。珍しいよ。おお、あ、うまいね、ディフェンス。うまいね。日本対カズマアンテナ、これ体強くない？エキシビションマッチが始まりました。これサイド紹介です。右のエンドを守るのはカズマアントラーズ、ね、対して左のエンドを守るのは日本森田、右サイドを振ってディフェンスだな。硬いからね。あ、だ結構やりづらさはあるよ、ね、でパスもうまいじゃん。こうやってすげえいいパスじゃん。よしよしよし。遠藤、南野へ、森田から大迫勢いに乗ってて、その勢い殺すようなパスだからね。来た来た、内田、まあ、キーパーもうちなんでね。ああ、そこは大チャンス、うん、日本ボールです、まあ、ここはキーパーうちか、うん、まあでも俊敏性あるから止めるべきだ。やったことあんのかな、ね、確かにキーパーで生まれてこの方。このファーストハーフ最初のコーナーキックは日本。来た来た、惜しい。ボールクリア。マギは強いよね。ね。うわ、うま。いけ。足がさ。いけるか。自分で行く。よし。マスバとしては味方のサポートが来てませんでしたよね。まあドリブルという選択は間違っていなかったと思いますけども。強い。そうなんだよ。伸びてくんだよね。ディフェンスだから。そうだな、ディフェンス。大事に行きます。あそこ。シュート。おお。このクリアボール次へつなげたい。サコさん。そうね。サコさん。日本クオリティだったね。仕掛けていきます。おお。じゃあ、マジ。守るね。守る。よくできるもんね。よ。これはつながりません。あ、やばい、やばいね。これ慣れてないかあるよね。そうね。いけ。まあでもワンチャンあるからね。いつも撃墜する可能性あるから。内田、大きく前線へ。内田。やばい。やばいぞ。やばい。三人。やばい。よし。ここはね、さすが。ちょっとあのこの前川島さん。化け物になってからね。そのなんか名残があるから大丈夫だと思ってるけど、普通の能力になっちゃってる。普通の川島さんだからね。ジョジョ。内田。普通の川島ってなんだ。戻ってほしいよね、化け物。安定感やばかったからさ。森田から大迫サイドを使います。すごいパス。森田。なんか前にそうだね。来た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 。
ック。今カーソル消えたよね、いきなり。何なんだよ。いけ。ゴールや。ナイス。ナイス。最後飛び込んでくるよね、なんか。そうだよね。素晴らしいディフェンスでしたね。なんか代表戦でもさ、あのゴールギリギリで防いだみたいなさシーン、うち結構あったからさ。あ、伸びるんだ最後。そう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 。スライディングかなんかで。ね、結構こっちだ。中盤でボールを取られることが多いんですよね。オールや。ナイス。いいね。そこはね。ナイスだね。素晴らしい。素晴らしい。これを狙ってきっちり決めてない。順調です。素晴らしい攻撃でしたよね。もうね、コテコテに大変だから。と見せかけて、うん、可能性あるよ、ね。可能性あるよ。うん。俺らってその走らせるからさ、選手。やばい。まずこのリスタート後のボール。もう伏線回収。伏線回収してんじゃないのこれ。そうですね。日本堅いディフェンス。さあ右サイドから上がっていく。抜けてくる。お？強い。強いね。さすがですね。お。ヒールだよ、ヒール。ヒールやってくれよ。え？スペースを狙う。一打、組み立て直します。よ、行け。キーパー前へ蹴り出します。よし、やばい、内だ。よし、やばい。さあ繋がるか。そこでそっち出せ。さあカウンタースピードを上げたいところ。おお、おー、今ピンポイントで合わせた。まずはさ、一番中に入れる。まずは前半先制して折り返しました。選手たちの表情を見ていても自分らの雰囲気の良さが伝わってきますね。スペース駆け込まれ、ね、日本代表か正隆かってどうですか、ね、プレイヤーがと。あ、なるほど。1対0でリード。後半に向かいます。きついな。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。日本としては後半攻めに行くのか、守りに行くのか、ずっと走らせてるから、焦ったかも。ちょっとフラッグ、フラッグ企業、フラッグ企業でしょ。後半失速するからね。フラッグ企業、日本代表。もう交代も一切しないからね。そのまま行きたがるからね。流れを、ね、大事にしたいから。ブラックのブラックだよ。誰もいない。誰もいない。どうあっさりしてたな今。もう朝まで走らせるからね。坂道ね。そうそうそう。もうカット帰っちゃうから走っとけよっつって。これはなかなかご自宅。でも年はあれかな、長友とかと同じぐらい。そうなんだよね。だから代表でも全然ってことだよね。うん、だ相当怪我ひどかったんじゃないかな。そういうことだよな。欲しいよね。すげえいい選手だもんね。さあここから持っていく。裏へ届くか。ここ通った。自分で行く。ゴール前ちょっと混戦状態でしたもんね。やばいね。え？爆裂やばいねこれは。裏のスペースを狙った。これ仕掛けるか。やばいね。不思議なパスだね。そうそうそう。なんか仲間を使おうとするんだ。いいディフェンスですよね。パスコースをしっかり読めてますからね。うわ。やばいわそのフィニッシュ。うわ。泣けてくるわ。やばかったね。コロ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 って。長いボール縦へ。すごいね。楽しんだね。内田、長いボールを振ります。いけいけいけ。裏を狙っていきます。裏へ抜けた。滑らかだね。危な。さなかったですよね。さすがに。今の形すごく良かったですよね。じゃあ。これを繰り返せばいいと思います。ああ。欲しいよ。どうかな。ね。普通にやってくればいいんだけどな。代表っぽく枠の中にね。そう
あ、やっぱり代表さんですよねみたいなさ、うん、まあ、でもやっぱり日本代表だよね違うんだよ。そうなんだ。いいよ、余裕あるよ、いいよ。このボールはちょっとめちゃめちゃ雑やん結構余裕あったけどね、一人で。そうだね、パスうまっ、うまいね。いけ、こういうパス多いよね。うまいね、うまいね。苦しい、ブラジルみたいだよ。うん、うわ、うまっ。よかった。えっ、このまま終わりか。えっ、もうあれか、大混乱。あの走らせすぎてさ、うん、もうあれなんじゃない、もう死にそうなんじゃない、体がね、うん、無理っす、スタミナ40みたいな。そうそうそう、やばいやばい、いいボールだ、やばいやばい、ピッチャーとまずい。えスライディングの意味まずないやんだ。えすごいな、うわすげえ第一、第一か。うまかったな。うまかったね。この切り離し方うまかったな。いや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 。スライディング。スライディング。何を守ったんだろう、ね。引退だ引退。何を守ったんだ。気持ちでカバーしていかに走れるかが重要になってきますよね。パスひどいな。これね。うわー。そう、いきますか。これとこれちゃんですね。ねえ。バック、バック、プロだからね。代表だからね。プロの中のプロでしょ。せめて枠に入れてほしい。やばい。やばいよ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 。危な。え？いや、89分。カスマはここでベンチが動きます。うちからうちね。なんか新しい顔だよみたいな感じ。確かに確かに。アンパンマン的なね。やばい。悪い悪い。やーやばい。ラストチャンスまさかの。うわー。1対1、うちじ。うまかったね。うちうまかったね。滑らかだった。さすがディフェンスでした。ご視聴ありがとうございました。